皆さんこんにちは、ファイナルコール小川です。今日は ALTA メカニックス&インスピレーションズにやってきました。明日ここで東京新木場2オークションが開催されますので、その会場の様子を皆さんにご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずこのかっこいい扉を入ると受付があります。そして今回のビンゴフリーマガジンの中に出品ロットが紹介されています。この本を見ながらちょっと皆さんにも紹介していきたいと思うんですが、まず最初に目を引くのはこのさらに先に待っておりますオークションに出品されるシルビア。僕のスーパー耐久を、ね、一緒に戦ってくれているチームが当時メンテナンスをしてたということで非常に思い入れのある車両です。そして今回の出品ロットはこちらです。まずはロットナンバー1番は1969年式のモーリスミニクーパー S マーク2。僕もねこのミニクーパー本当に可愛くて大好きなんですけど、可愛いのに走りがかなりアグレッシブというところでぜひ持ってみたい1台です。続いてロットナンバー2番はこちら1964年式のホンダ S600。 美しいフォルムの S600、 今ではもうなかなか手に入れることのできない車両の1台です。そして続いてはこちらです。ロットナンバーこれは6番になりますが、1969年式のホンダ S800M です。先ほどの S600、 こちらは S800、 これもホワイトのボディが非常に美しいコンディションを保っています。さあ絶賛設営中ですけれども、続いてご紹介するのはロットナンバー7番1970年式のメルセデスベンツ 280SL ということで、こちらもね非常に美しいボディカラーし、僕この色大好きなんで非常に美しいボディカラーをしてます。さあ続いて紹介していくのは、皆さんこのマークご存知ですか？最近ねちょっとずつみんなも見るようになったんですけども、マイバッハ、はい、メルセデスを最初に作ったベンツさんとマイバッハさん、その中の一人のマイバッハの名前を取っているマイバッハ、こちらは2005年式のマイバッハ5757、中がねちょっとこれ注目なんですけど、ぜひ見てみてください。こんなに高級感あふれる質感の車あります？っていうぐらい中が非常に重厚感のあふれる一台となっております。そしてレーシングカーに移りまして、こちら、ポルシェのカップカーなんですけれども、このライト、非常に特徴的ですよね。2003年の911、GT3 カップタイプは996後期になります。今ではもうレアなマニュアルシフト、しかも右手のマニュアルシフトのレーシングカー、もうなかなか手に入ることもちろんありませんので、 NA のマニュアルのポルシェのレーシングカー、ぜひ興味ある方はチェックしてください。そして続いてこちら、この深紅の美しいボディをまとうのはただのアルファロメオではありません。 8C コンペツィオーネ、4C というのはね皆さん馴染みがあるかと思うんですけれども、この 8C なかなか見ることができない、非常に希少な一台となっております。まさにパワフル、そして美しさを兼ね備えている一台です。さあ続いてこちら、残り2台となってきましたけれども、こちらロットナンバー5番のジャガー XK120ドロップヘッドクーペとなっております。このねこっちも中見てみましょう。この中もうこのオールドスタイルの内装が非常にかっこいい。このボディとウッド調がマッチしててめちゃめちゃかっこいい渋い大人の1台です。はい、そして本日ご紹介するラストがロットナンバー8番1955年式のアストンマーティン DB2 マーク1となっております。これもねオープンスタイルのボディで、先ほどのジャガーと同じく中が非常にレトロでシックで大人っぽい1台となっております。とこんな感じでざっとご紹介した今回のオークション出品車両もこちらのビンゴマガジン、これフリーマガジンですからね、フリーなのにねこんなに内容厚いんですよ。なかなか見られないレアな車両の情報もありますので、ぜひ今日は新木場の ALTA メカニックス&インスピレーションズにて無料でこのプレビューをやっていますし、明日のオークションも誰でも参加できますので、ぜひビッター登録をしてオークションへのご参加をお待ちしております。